今回はこの文字の読み方を練習していきます。ではまずこの文字の読み方のお手本を見てみましょう。口の動かし方をよく見てください。まず正面の唇の動かし方を見てみましょう。では次に横から取った唇の動かし方を見てみましょう。今聞いた音はこの発音記号で表します。この音を発音するときには、舌の先を上の歯茎に近づけます。このときに舌が歯茎に当たらないように注意してください。舌をそのままにして、勢いよく声と息を出すようにしましょう。では、今説明したことを確認しながら、もう一度お手本のビデオを見てみましょう。Let's practice z sound.Z, z, zip, z, z, zoo, z, z, zone, z, z, zero, z, z, doze, z, z, buzz, z, z, sneeze, z, z, jazz, z, z, size, z, z, lazy, z, z, magazine, z, z, zigzag.